名古屋大学2022年の電磁気に関する入試問題の続きその2です。設問6からです。括弧6、家電粒子 X がスリット S5 を通過する条件を保ったまま、家電粒子 X の代わりに質量2分の M 電荷 Q の家電粒子 Y を位置 A に置いた。この時領域2において家電粒子 Y が描く軌道の外形を答案紙に図示し、その特徴を簡潔に説明せよ。なお、答案紙上に破線で示されているのは家電粒子 X の軌道である。また図中には S4 と S5 の間の距離 L を実等分する方眼メモリを記してある。図2に示す装置において、それぞれ1価電荷 1.60×10 のマイナス19ヨクーロンの正イオンである炭素の同位体 C12、質量 1.99×10 のマイナス26乗キログラム、および C14、質量 2.32×10 のマイナス26乗キログラムを同時に位置 A に静止させて装置を動作させ、C12 のみスリット S5 を通過させることで、これら2種類の同位体を識別することを考える。電位 V は1.00×10 の4乗ボルト、領域1の軌道半径 R は 1.00 メートル、領域2の時速密度 B は 1.00×10 のマイナス1乗テスラとする。以下の設問に答えよ。必要であれば表1にある近似値を計算に用いてもよい。表1にある近似値です。設問括弧7です。C12 がスリット S3 を通過するのに必要な電場 E ボルトマイメートルの値を求めよ。設問括弧8、 C12 および C14 はスリット S4 を通過後、それぞれ平板 P4 上に到達した。その到達位置の差に最も近いものを以下の選択肢A から K から一つ選べ。括弧6番の問題です。家電粒子 X の代わりに質量2分の M 電荷 Q の家電粒子 Y を A に置いた。領域2において Y が描く軌道の外形を図示しなさいという問題です。家電粒子 X は質量はスモール M で電荷 Q ですね。でここでの領域2はここでの磁場がこういうふう、こういう向き、裏から表向きに一応の磁場があります。でこういうエンドトスクエンドするわけですね。その外形を Y の粒子、家電粒子 Y の外形はどうかという問題です。 X の粒子は、家電粒子 X は M と Q ですから、その時はもう全問の結果ですね。ここでのここの L はどう表されたかというと、全問の結果で B 分の2ルート Q、 M 分の V です。 V は P0 と P1 の間の電位差です。あとはもうこの電位はみんな同じだということですね。でこの家電粒子 Y の時はこれの半分の質量になりますから L' とします。この L' がこの半径がどう、この直径ですね、直径がどうなるかということです。 L' とします。 B 分の2のここが M が2分の M ですが、こうなります。でこれで2はここに来て、結局これですね、これが全体が L ですね。ですから L のルート2分の L という、そのこの L よりも小さいルート 2L という長さの直径になります。これをどうして出すかというと、まあ、その2分のルート2で約 0.7 倍、これの 0.7 倍ということになりますね。これぐらいの補直径になりますが、まあ、ここでこの L の半分が2分の L ですね。これが半径になります。これですね。で2分の L と2分の L でこれ同じですから、ここは4乗と4乗で1対1対ルート2ですから、ルート2倍するとちょうどこの斜辺がルート 2L、 ルート2分の L になりますから、この斜辺分のこのですね、この同じ長さで、これが結局ここのこういう円を描くわけですね。家電粒子場合はこれをこちらに描くとこういうふうになります。ですからこれを直径としますから、これの半径でその円を描けばいいわけですね。これがルート2分の L ということになります。7番の問題です。 C12 がスリット S3、 スリット S3 ですね、ここがスリット S3 です、を通過するのに必要な電場 E ボルトマイメートルの値を求めるという問題です。
これで S3 ですね。ここでは電盤 E によってこういう土足を変動するわけですね。その前門の結果でこの電場は R と V でこういうふうに表せました。これも前門の結果です。前回やったところです。でこれに具体的な数字がもうありますから、これを当てはめればいいわけですね。 R が 1m です。でここの電位差がちょうど1万ボルトということですね。ですからここからで有効数字が3桁でありますけれども、これを台にするとこれとこれが消えて 2万になりますけれども、 2.00×10⁴ V/m となります。括弧8番最後の問題です。 C12 および C14 はスリット S4 を通過後平板 P4 上に達した、その到達位置の差を赤から赤から一つ選べという問題です。つまり P4 番に行ったらここですね、 S5 ここまで到達したというわけですね。でここの到達位置の差ということは、この炭素の同位体 C12 と C14 はいずれも1価の正4ですから、これは共に急空論ですね。急空論と考えていいわけです。で到達位置いたらこの場合一般に前後の結果で L ですね。 L は B 分の2ルート9分の 2mv で表せました。で炭素同位体 C12 の場合をその到達位置を L12 とします。その時は質量が M とします。これ B 分の2 9分の 2mv そのままですね。で14の場合はこの質量が大きいですから M' とします。ですからその到達位置はこれよりも炭素同位体この 12よりも大きいはずわけですね。分子が大きいですからそれだけ大きいわけです。でその到達位置の差をデルタ L とします。でここでの炭素の C14 の質量 M' とします。ですからこれからこれ引いたものが到達位置の差になりますね。こちらの方がこれよりも大きいですから、ですからこれとこれをこれからこれ引くと共通項は B 分の2ルート9分の 2V です。で M' ルート M' マイナスルート M、 これが到達位置の差になりますね。でこれに具体的な数字が指示されていますから当てはめればいいわけです。 B が時速ミストが 1×10⁻¹ テスラです。で2です。 V はこれは電位差が1万ボルト、 Q がこの 1.6 で1価の正4ですから 1.60×10⁻¹⁹ 乗で、これが M' が C14 の質量が 2.32×10⁻¹⁶ 乗ですけれども、ルート10⁻¹⁶ 乗の2分の1乗いたらマイナス13乗になりますね。ですからこれで共通ですから外に出しました。でこれを計算するようです。でこれが結局20になって、これが2と10倍して16の20分子10倍します。でこれがここで4−19.23乗になります。でこれはその表1ミリあるところですね。ルート 2.32 はもう表1ミリたらルート X1.52 と出ていますから、それぞれこうこれもできるわけですね。このようにして表1を見て計算そのまま移し替えることができます。でこれを計算すればいいわけです。でこれで20と16でこれがここ10ですね。この 10の24乗したら10の12乗になります。でこれで2と16で8になって2ルート2分の1になりますね。でこれはなって結局20のここですね、この0と10の12乗で10の3乗になって10の-13乗って消えてくるわけですね。1になりますから、で結局2と2ルート2で2と2で消えてルート2分の1、ルート2というのは 1.41、 表1見たら 1.41 になります。ですからこれ分のこれになるわけですね。ですからここまでこの到達位置の差がここまで簡単になるわけですね。で 分子を計算すると 0.11、 これ 1.41、 141分の11を計算したら約 0.078m となります。これはセンチにすると 7.8cm、 約 8cm と。で選択肢を見るとちょうど「う」が8センチになりますから、答えは「う」だというふうになります。